挨拶、ロストインズピッパ。毎度田った中でございます。皆さんご機嫌、うるわしゅうございますか今回は、聖駆者カーンのすすめと題しまして、萌やかめ込み、聖駆者カーン。こちらの作品、紹介していきたく思います。聖駆者カーンといえば、 現在、劇場公開中の MCU 最新作、アントマワスプ、クワントンマニアの方で活躍するスーパーヴィランなわけですが、彼はとてもややこしい存在であると。変異体というものがあって、で、時間や軸を超えて先にいる彼自身は全く違う姿、形をしているけども、全員政府者カーンと同一人物であるというね、どういう SF 設定って思わせるような存在なわけですね。 そんな彼を分かりやすく紹介してくれているのがこのセーフカーンというね作品になってくるかなと思います。まずこのセーフカーンという作品の前提として、セ服者カーンの始まりはナサニエル・リチャーズから始まるってもうここから始まるんですよ。彼はファンタスティック4のリーダー、リード・リチャーズの子孫というふうにね言われたりもするし、 でも、そうでないかもしれないとも言われたりするっていうかなりあやふやな表現をされる存在なんですよ。ただ、ナサニエル・リチャーズは、リード・リチャーズと同じぐらい頭もいいというような部分もありますよというね、すっごい歯の奥に物詰めたような言い方しなきゃいけないっていうのが、政府者カーンなんですよ。ほんま悪いやつですよね。お前のことなんて言っていいのか分かれへんぞと思いながら僕も説明しなければいけない。 で、そんなナサニエル・リチャーズは31世紀でもう暇もて余してるわけですよ。もう、越落と娯楽に満ち溢れた桃源業によると。で、何に不自由ない世界で退屈している中、征服者か、まあ、自分のまた違う世界での姿ですね、が彼を連れ去りに来るんですよ。そこで、あと一年したら地球人生来て地球終わるから、それまでお前ここで生き延びてみーって言って、 いうことで、ライオンが我が子を谷底に落として這い上がってきた子だけ子供やっていうような感じでね、己自身でそれやるっていう、お前どういうことやねんと思うような行動を取るんですよ。それは S なのか M なのかもよくわからないという行動を取ってる。その理由としては、誰も愛する。愛することが全ての元凶や、というここなんです。愛してはいけない。 誰も好きにならずに孤独に生きろということで、制服者カーンが己自身を鍛え上げようとするというのが、この物語になるわけですね。そこがね、面白いわけですよ。制服者カーンといえば、ラボーナという恋人がいるんですけども、ラボーナが必ず死んでしまうんですよ。 ラボーナと出会うたびに恋に落ちる。恋に落ちる理由っていうのはもう運命的に好きだってなってしまうぞっこんなんですよ。いろんな時空を超えて、いろんな世界のラボーナにあって、で、そのたびにラボーナに恋をする。それがナサニエル・リチャーズ、いや、制服者カンなんだと。うん。でもそうならないために。 征服者カーンはナサニエル・リチャーズを折檻するんですよ。最初6500年前にアディに恋をしたとき、あ、これは愛だと言ったときに、制服者カーンはナサニエル・リチャーズをパーンと張り手かますんですよ。この張り手かますシーンね、もうほんまに突っ張りですからね。<laughs> こんなビンタなかなか見えんぞっていうビンタさせるから。これいいんですよ。ナサニエル・リチャーズが最初に愛した女はアディだけども、そんな愛をし、 を知ってしまう。愛がいいなと思ってしまうことが、ラボーナと出会ってまた愛してしまう結論に至ってしまうか、そうはさせないってさせるけど、結局、毎回毎回、ラボーナと出会ってしまって、そして別れていくと。いうね。これが政府者カーンの運命であると。で、政府者カーンの運命が、ラボーナと出会っても必ずラボーナと死に別れしてしまう。ラボーナは必ず死んでしまうというものであるというのも、 この作品で描かれていきます。前回の動画でも言いましたけども、政府者カウンは、いろんな可能性の平行世界を作りまくってると。SF の考え方で言うと、ドラえもん的な考え方ではない。過去を変えると未来も変わるんじゃなくて、ドラゴンボールのように、未来のトランクスが過去に来て、悲劇的な出来事を回避したところで、未来のトランクスが元の時代に戻ったら、ちゃんとその世界は排他的な世界のままなんですよ。 変わったのはトランクス自身だけっていう、ここなんですね。で、そこに意味があるんですけど。けど、そこに意味を持たせようとしても、意,も意味を持たしきれない制服者感というのが描かれてるわけですよ。それが、いろんな平行世界を生み出すんだけども、どうしても回避できないイベントごとが発生するわけですよ。必ずこのイベントは通過しなければいけませんと。例えば、ファンタスティック4に、 ラマタトという存在であった生育者カーンは必ず負けなければいけない。そしてアベンジャーズと初めて対峙した時も負けなければいけないとかも必ず決まってるんですよ。もう絶対それは通ると。そしてラボーナは必ずその都度死ぬしかないと。うん。それを回避するために何十何万何百何億っていうだけの平行的な可能性を見るけども必ず全ては 一つのラボーナ死にまっせというところに行くファンタスティック4に負けまっせ、アベンジャーズに負けますせというところにたどり着いてしまう,うん。ここがね、まあ、ややこしい理由であり、ファン、えっと、戦車間の面白いところになってくるわけですよ。 政府者官はすごい技術力を持っていて時空も移動できるけども不死身ではないんですよ。不死身ではないけどもパラドックスいっぱい起こしてるから、その平行世界をいっぱい作っていろんな可能性を見せてるから、政府者間が死んだ世界もたくさんあるし、政府者間が生き延びた世界もあるし、政府者間がラマタトという存在になってるやつもあるし、時の晩にイモータスになってる世界もあるし、ナサニエル・リチャードとして存在してる世界もたくさんあるんですよ。で、それらは世界のカスとして残ってるんですよ。 けど、もうない。けど、その世界は、政府者関によって作られた。ということで、政府者勘は、何回死んでも必ずどっかにそのカスが残ってて、そいつが政府者勘として生き延びるんですよ。赤松健先生の UQ フォルダーみたいな話やなと思うんですけど、UQ フォルダーは、言っても、可能性の向こう側を見せる少年漫画ですが、 この作品は、征服者カーンという物語なので、最終的に、ナサニエル・リチャーズは、やはり征服者カーンになっていくと。うん。ラボーナ救出、ま、生き残ってもらうために、いろんな平行世界、いろんな複雑な科学や、なんか物理学を考えて、いろんなことしたけど、結局会議できなかった。もう、ええってなって、もう単純なことしか考えられなくなった。 勝つか負けるか、支配するか、支配されるか、もう支配されないかって、もうこれぐらいの差しか、もう俺いらないっていう状況まで追い込まれます。時空に囚われた存在になっているとうん。で、この時空に囚われる存在というのはもうそもそも政府者カーンがナサニエル・リチャーズを6500年前まで 一回引っ張ってきて、お前は誰も愛するなっていうところから始まっていく。その愛するなっていう理由は、ラボーナと出会ったら必ずラボーナが死んでしまって、そのラボーナを自分が好きなままでい続けてしまうからだと。いう愛の奴隷であると。うん。で、そんな奴隷になってしまうから、どうにか違う方法を考えたけども、もう考えるのももう、やめてしまわなければいけないぐらい結論は変わらなかった。 ラボーナは死にます。というね、ここなんですよ。うん。その結果、彼は自分から制服者カーンとなっていく。というのがこの物語。いいなわけですね。で、制服者カーンってね、ドクターマンハッタンではないわけですよ。すごい先の未来も全部読めてしまってるから、すべてが止まった世界。けども、過去現在未来がずっと 同じ軸で見、見え続けるということではなく、ずっと確定のイベントに翻弄される男としているわけですね。それは映画メッセージで未来の姿が見えているか覚悟を決めた女の姿ではなく、映画プレデスティネーションで何度も自分と出会っている、出会おうとしていた存在は自分自身であったという ような話でもないわけですよ。彼は結局一人なんですよ。でもいろんな奴がいるっていうのが彼がもがいた奇跡になっていて、それが彼をより複雑な存在にさせてしまってる。彼は時の牢獄に捕らえられてしまった愛の慣れの果て。というね、これです。うーん どこでイベントが発生するのか分かってるから、ラボーナを助けようとね、するシーンがね、1ページでいっぱい出てくるんですよ、バーっと。この時も助けようとした、この時も助けようとした。けど、どうしてもあかんと。こんなにいろんな手を尽くしてるのに、どうしても、どうしてもラボーナ死ぬと。 こんな死ぬはずじゃない場所でも死んでしまうということが起こって結局愛するなというところから物語を作って政府者官というものをこうディティールアップさせてるこの作品はかなり力作だし僕は読んでて映画ララランドみたいと思って読みました。<laughs> これもうララランドっぽいぞと思ってね。<laughs> 僕はなんからそう読めたというか見えたな。まあラボーナだけじゃなく本人自身の カットもあって、しかもそこから、あの,の、その街から抜け出せないように、彼も自分の存在というものの枠から抜け出せないっていう、ここね。だから、者カーンに勝つことは簡単だけども、征服者カーンという存在を打ち倒すことはできないっていう、こ、このややこしさですよね。このナサニエル・リチャーズが征服者カーンになるまでの話がちょっと面白くて、 そのきっかけが、西暦4000年に起こるんですよ。そこは、もう、マッドマックスの世界。もう、世紀末。で、そこにまたラボーナが降るんですよ。で、ラボーナがいて、一緒に、小悪党たちをぶっ倒していくんですね。で、マッドマックスのような、でっかい車とか出てくるんですよ。で、そこを、もう、征服していくんやと。もう、複雑なことなんて、もう何も考えたくなくなったというナサニエル・リチャーズがここにいるわけですよ。で、そんなナサニエル・リチャーズは、 自分自身で制服者カーンと全く同じスーツ、紫色と緑色のスーツを着て敵をぶっ倒していくという、こういった話があるんですけど、どう考えても制服者カーンが着てる服はダサいんですよ。<laughs> めちゃくちゃダサいのに、もうダサいとかがもうわからなくなってるんですね。あれが機能的にいいからデザイン重視じゃなく機能重視で動いてる。ここが、もう、 征服するかされる側かの違いしかもうないんだって思ってるやつと考えることっていうところと重ねてるんですよ。これもなかなか良かったなと思います。明らかにダサいです、征服者カーンの服装って。どう考えてもダサいんですけど。そういうことももう考えなくなったところで征服者カーンになってるんですね。うんまあ、他にもね、ドクタードゥーム出てきて戦うんですけど、ドクタードゥームは征服者カーンの子孫、 の可能性があると言われてたりするんですよ。だけど、ナサニエル・リチャーズは、確かにそうかもしれないけども、こいつは俺の未来の姿ではないってことで、殺すんですよ。確かにナサニエル・リチャーズは31世紀の存在だから、彼の未来にはドクター・ドゥームいないんですよ。彼の過去にドクター・ドゥームがいるから、殺しても関係ない。なぜなら平行世界が生まれるだけだから、彼にとってはそれは関係ないんですよ。 それをね、ちゃんと言葉にもしてくれてます。過去の未来から来た暗殺者にドクタードゥームですね。に未来の過去から来た子供。これナサニエ・リチャーですね。こ まさに時間への冒頭だドゥーム貴様が私の遠い祖先であるという記憶もある。それが貴様を生かしておく理由にはならんかなという、こんなね、セリフがあるんですけども、統治法を使いながら誰かと話してんかなというようなセリフ合戦ですが、言葉にするとそんなややこしい話になるわけですね。で、その後ナサニエル・リチャーズは政府社官、まあ、つまり己自身を殺したりもしてますから、親殺しのパラドックスが生まれるけども、そこで 確かに、政府社ンは死んでるけど、政府社ンになるナサイニエル・リチャーズは生き残ってるから、政府者勘は、いや、生き残るエンドがたくさんまだ平行世界として生まれていくというね、こういったところになると思います。ということで、この作品、政府社ンを知りたかったり、面白いなと楽しみたいなとかいう方には、マストバイな作品だと思いますので、ぜひ買って読んでみてもらえたらと思うところです。では、また、ね